マトペと言います。お願いします。お願いします。ありがとうございます。あのさ、うん、マウント女子ってどう対応するんが正解なの？どういうこと？え？いや、女子会とかで、うん、自分が可愛くてモテてるってことをアピールする女の子ってたまにおるらしいね。ああ、そうなんや。でもそれはなんか周りの子がなんかうまいこと合わせてあげたらいいんじゃん。あ、じゃあ今から俺が女子会の感じやってあげるから、うん、お前ちょっと見といて。あ、女子会やってくれんのね、ここで。はい、1番3人コースト持ってて、3番3人ピザ持ってて。あ、イタリアの店なんかな。ねえ、聞いて。お、私さ、外歩いてたらめっちゃナンパされて本当に困ってるんだよね。あ、これが可愛いアピールか。なんで私ってこんなにナンパされるのかな。あ、可愛いからでって言ってほしいんやな。可愛いからじゃん。お、可愛いからに決まってんじゃん。お、めっちゃええ子らやん。高根の花よりも道端に生えてる雑草の方がちぎりやすいもんね。あ、ダメ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 。え、あの子だけなんかエコいこと言えなかった。私さ、最近太っちゃってさ。もう次の話言ってる。43キロになっちゃった。細いって言ってほしいやつや。お、めっちゃアピールするやん。細いじゃん。お、全然太ってないやん。こらばっかやな、やっぱ神経はずぶたい。ダメダメ。あの子ちょっとズバズバ言いすぎ。シェフが釘付けや。あんだけできるわけ仕事だし、シェフがあの子のせいで止まってるやんけ、お前。あ、ごめん、私ちょっとトイレ行ってくる。あ、どっか行った。あの子ほんとマウントやばいよね。え、マジで全然可愛くないのにね。一気に態度変わった。あんたたちそれでも友達。え、ほんとの友達だったらさ、ちゃんと本音ぶつけない。ああ、もうもう確かにそうや。シェフがもう料理してない。おい、どうもありがとうございました。